調整するわ調整するわ。あら、ソーイくん、アイスありがとう。ごきげんよう。かまちゃんさんが100回目の訪問です。ようこそ。あれ、あっつ、やけどしたやけどした。そっか、今日日曜日、日曜日だ。いや、まあだからといって、だからといって別に何がどうかどうかこれ、あ、でも待って、でもさ、これさ、これさ、えー、ビビタン、ハート、ハートありがとう。日曜日だね、サザエさんだ。みんなサザエさん見ましょう。こう見ると茶髪。あ、連休結局何もしないで過ぎていきました。私もそんな感じだ昨日まあお話し会、昨日お話し会はあったけど、ちょっと待って、こっちに置きたいけどさ、そしたらさ、この充電器がやばい、素人瓶、やばい、今ちょっと太ってるからな、太ってるから、その下アングルから映すわけにはいかんのだよね。これ一回さ、これ逆向きにしたらさ、ごめんね、みんな、で、そしたら届くんじゃないの。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、この高さいいんじゃないですか。これさ、こんなに白飛びしなくていいんだけど、明るさ、これ何がどうなってるの、これをどういった、んフィルターがかかってる。明るさで、あ、でも明るさ関係ないんだ、よくわかんないですね、よくわかんないですね、うん、よくわかんないですわよくわかんないですわ。こちら事務所のサーキュレーターでございます。クサーキュレータードゥインバード、よくわかんないです。私は今からネイルを塗りたいんだよね。ネイルを塗りたいんだよねっていうかさ、あの白色のさ、白色の、ほら、ここもやばくない、白色のネイルを塗ってたんだけど、もうなんか爪伸びたし、ちょっともうガビガビになってきたから、ちょっともういっかと思って。こんにちは、はじめまして、ピンクさん、ピンクさんで、これ買った、これは茶色です、茶色ですっていうか、なんか TikTok で流れてきたんだよね。なんかそれが可愛いなと思ったから、初めてなんかマットタイプのやつを買ってみたので、ちょっと楽しみです。わかんない、でもなんかうまく塗れない、うまく塗れないブラシな気がしてきたけど、大丈夫そうかな。いや、なんとかなりそうだぞ。で、ちょっと、これ本当はあれだ、トップコートっていうか、なんかベース、なんか私がさ、すごい適当にその前のそのやつをさ剥がしちゃったもんだからさ、もう地爪がさ、もうバギバギなんだよね地爪がもうなんかガビガビしてて。クリアナさん、ケーキありがとう。こんにちは。そう、サインも書かなきゃいけない、サインも書かなきゃいけない。こんにちは、しげさん、こんにちは。そう、爪のね、爪のケアって大事。よいしょ。よいしょ。よいしょ。え、でもなんか
いいかもしれない。私コンビニのネイルさ、コンビニのネイルとか買ったことなかったんだけど、すげえ、本当に本当にマットになる。すごいすごいすごい。昨日のケーキ美味しかった、マジ美味しかった。昨日のケーキ、私が食べたのはあのいちごのやつね、多分もうラデュレといえばみたいな。和也さんハートありがとう。そう、ラデュレといえばのなんかいちごの形した 3D いちごね、 3D いちごの形をしたケーキと、で、あれ美味しかった、マジで。で、あとその終わった後に食べたやつは蜂蜜ってやつだった。蜂蜜っていうやつだったんだけど、あれだ、メールと、あの、それツイッターにも載せたんだけど、蜂蜜ってやつ、本当に蜂蜜みたいな味がした。感動した、感動したっていうか、感動した。そう、私がそのメイク配信か、メイク配信の時にオペラオペラって言ってたやつが、あの蜂蜜ってやつだった。美味しかった。でもなんかどれもどれもこれも全部美味しそうでしたね。どれもこれも全部美味しそうでした。すぐるくん、ケーキありがとう。そう、かぼちゃのやつも美味しそうだったし、マスカット、マスカットのやつもあったし、あと普通になんかエラおじからの差し入れでなんかビアードパパのシュークリームもあって、それは普通に食べれなかった普通になんかもう 甘いなと思って、口いいじゃん。え、待って、このネイルもしかしたらすごい可愛いかもしれない、可愛いかもしれないけど、なんか全然私が薄塗りにしてないから乾くの時間かかりそうだね。生活しているうちによれてきそうです。ありがとうございます。あやみん推し、あやみん大好きさんがフォローしました。私をフォローしていいのか大丈夫。ひろのりさんが初訪問ありがとう。めぐみんさん初訪問、高野慎さんも初訪問、めいこさんも初訪問ありがとう。あやなんさんが京香ちゃんのモノマネしてた、いつ、いつですか。あ、ネイルの授業やるけど塗るセンスなくていつも先生に練習だねって言われる。いや、練習したらでも誰でも上手くなるから。マスターくんハートありがとう。わでさんもペンライトありがとう。あやこさんも初訪問。あ、しげさんがレインボースターくれてるよ、ありがとう。ゆうこさんとささん、ささん初訪問だって。ささんといえば、ささんといえばっていうか今日さきちゃんに会ったな。さきちゃん大好き。いやでも実はあれ、さきちゃん昨日も会ってるっけ。実は、あ、そうだ、大学生のノリで飲みに誘われた。あ、そうそう、それそれそれ、そうそう、たまたま、あの、あやなんさんと部がさ、ずっと一緒、789だったんだけど、それでさ、普通にだからたまたまそのお話し会のさ会場ですれ違うことがあるわけじゃん。そう、そこで嬉しくなって、えーみたいな、あやなんさん飲みに行きましょうよとか言って普通に話しかけちゃった。山野光一さんフォローしました、ありがとう。ごきげんよう、ごきげんよう、ごきげんよう。やべべ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 、あ、すごい、あ、でもちょっと待って、そう、それでなんか、え、何みたいな受けんだけどみたいな感じで言われたような気がするけど、どうだったかな。ちょっとでも本当に一瞬の出来事だった、マジで。もう私の勢いだけで。ご飯も行ってないけど、ご飯と飲みを同時にしたらええやんご飯と飲みを同時にしたらええやん。押していいですかだって、押していいですか、新たに押し待ちしますだって。え、私あやみんさん、え、あやみん押し、あやみん大好きさんでしょ。あやみんさんと私全然タイプ違うけど大丈夫そう、多分なんかやばいよ多分。あやみんってなるよこの子大丈夫かってなるよ多分、きっと。あやみんさん推しの方でしょ、どうだろうね。私はちょっと刺激がっていうか、なんか大変かも美しいですね、ありがとう、ありがとう。あ、フォローしてなかったみたいです、ごめんなさい。あ、してくれたのね、ありがとう、ありがとう。右は濡れた、右は濡れて乾かし中。え、すげえ、やっぱ本当になんかマットな感じになるんだね、かわいいじゃん。え、もしかして乾くの早い、もしかして乾
乾くの早い。やばい、全然見えないね。全然見えないね。これ茶色のマットのやつ、可愛かったんだ。これ可愛くてちっちゃくない？これ普通のネイルの、多分ね、普通のネイルの半分3分の1ぐらいしか多分容量ないと思うんだけど、いやごめん、それは嘘かもしれんけど、ちっちゃいやつ。ちょっとまあなんか顔なんかね、本当に TikTok で見た時はすっげえ可愛かったんだよ。え、何怒ってんのって話だけど、いやわかん、でもさ、まあ可愛い洋服とかもさ、モデルさんが着てる写真とさ、やっぱ自分が着てみて、あれこんなんだったっけみたいになるでしょ。やっぱあれだよね、 TikTok はさ、やっぱ照明とかもいい感じに焚いて、ですごい綺麗に見えるように撮ってるから良かったのかな。いやでもすごいいいと思うんだよ。ちょっと両手塗ってみて、まあ、完全に乾いてみてっていうね、乾いてみて判断していきましょうじゃないの。こんにちは。でも秋っぽくていいでしょ。秋っぽくていいや。そう、マットのやつ初めて買ったし、ルンルンですよ。今日がちゃん可愛い。ネイル、新しいネイル1本だけ買って、ルンルンな京香ちゃん、かわいい、ちょろ、23歳、ウケる。よいしょ。てか今日っていうか、お昼公演見に行った人いますか？いるでしょ。いいな。いいな。お昼公演、ただいま恋愛中。今日2回目だよね。2回目3回目みたいな。いや初日からさ、結構2、3週間ぐらい空いてるじゃん。大変だよね。初日から2、3週間空いてとか。いいね。外れました。あ、23歳ですか。僕より年上ですね。だって23の代だよ。99です。あ、 VR で3秒くらい見ました。あ、行きたかった。でもめっちゃ外れた。西川春樹好き、あと達弘さんが可愛いくれた、ありがとう。あ、ネットで見て買うのと実物と違うの分かりますね。なんかねやっぱ届いて、やっぱまあお洋服とかね、ちょっとまだいいかなって感じ。うん、あ、投げてない、ちょっとまだいいかな。あ、だから見るのがってこと。現地で見るのがってことか。まだオンデマで、まあちょっと様子見しよっかなぐらいでってことかな。わかんない、普通にあれだ、お仕事のあれ、タイミングとかも当たり前にあるから、あれだと思うけど。いやー、いいよね、ただいま恋愛中。いや、一個さ、待って、今日ランちゃんに会えたから、その時に話せばよかった。面白いよね。面白い、何がって。あ、テオネオタイさんだ。テオネオタイさん、ケーキありがとう。シャチさん、ハート、ありがとう。あ、ジョナキちゃん、名前も顔も一致してないけど、ただいま恋愛中見たいから行ってみたい。いいと思うよ。え、逆にさ、そのなんか名前も顔もどっちがいいんだろうね。でも知らないんだったらさ、逆に本当に知らない状態で行った方がいいんだよ。大抵さ、ちょっとはさ予備知識ある状態で行っちゃうじゃん。まあ、多少はあると思うんだけど、予備知識も。いやでもいいんじゃない。逆に本当に何にも知らないで気になる子とかいいなっていう子がさ、多分いい子じゃん、きっと。そう、だからいいんじゃない、顔と名前一致してなくて行っちゃって良いと思います。あ、前情報なしで見る映画って余計におもろいみたいなのありますもんね。そういうことだ。鬼滅の刃みたいな感じです。ん鬼滅のん鬼
鬼滅の、まあ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 、いや煉獄さんはかっこよかったよね。よし、わかる。こんにちは、できた。一旦濡れ、一旦濡れました。これもう乾いてんのかな、なんかもうよくわかんないけど、よくわかんないけど、でもなんか完全に完全にこれは乾い、あー乾いてるかも。ちょっと待って、すげえ、これ本当にマットだね。すげえよこれ。やったやった、すごい変なことしちゃいました。あ、分かった。あ、ちょっとやべ、これさ、こうやってやってさ、もうこれ持って配信したら楽なんちゃう。こんな感じでヤッホー。あ、ただいま練習公演、以前チーム B で公演してたから曜日知識多くて一度は行ってみたいと思う。だって、ただいま練習中ってよくないですか、曲とか衣装も可愛いしね。なんか、え、でもなんかさ、途中のなんか中盤曲さ、面白いよね、面白いよねっていうか、なんかさ、途中でなんか4人になって4人になってみたいになるじゃん。あれ不思議っていうか、なんか和也さん、バラありがとう。あ、初めて、あれさ、あんま知らなくてさっていうか、なんかわかんない、私お立ち台から見てたんだけどさ、え、途中からなんか4人になってさ、え、ま、なんか柱の向こうに4人いんのかなと思って、いやでも、いや、やっぱ絶対ステージ上に4人しかいないよなとか思いながら見てました。いやでもすごい良かったよ。ただいま恋愛中公演、かわちいで、なんか若いっていいねってなりました。待って、指やっぱ、なんかやっぱ私爪やっぱさ、あんま短くしない方がいいよね絶対。ただでさえ指が短いからさ、なんか余計になんかガキの手みたいなになるじゃん。ほら、なんか私指マジ太くないか、やだ。うん、マサさん初訪問、イノシシさんも初訪問ありがとう。あ、もし行ったらお立ち台行きますだって。そう、お立ち台はいいよ。いや、なんだかんだやっぱお立ち台が一番いいと思うけどね。なんだかんだっていうか、いや普通にお立ち台でしょ。お立ち台だろ。あ、明日から授業で実習始まるから泣く泣く詰め切った。えらいよ。やっぱお仕事でさ、なんかあれだよね、爪伸ばせない方とかもやっぱ当たり前にいらっしゃるわけじゃん。よいしょ。立ちたいしか愛せないだね。マジ見て、私の、いや本当に子供の手って感じ。ああ、もうちょっと、あ、短く切りすぎ、いやまあいいよね、別にいいよ、いい、別にいい。いやこれはでも多分きっと色の問題。え、でもいいと思います。え、最近さっていうか、え、ねえ、誰かあれだ、モスバーガーの月見フォカッチャ食べた人いませんか。え、今日マジさ、鼻なくない、横向いたら、まあって感じだけどさ、これ何、このあれか、 iPhone で配信してるから、かな。あ、まだ私だ、知らないです。空いてたら前座っちゃうだって。いやでも座って、空いてるんだったら座った方が楽だよ、楽本当に。だってなんかさ、ゲネプロはさもう本当に何、前のその柱と柱の間の本当に1列目2列目3列目4列目ぐらいのところに記者の方がいらっしゃって、その周りに、まあ、親御さんとか、まあ、メンバーも好きなところから見るみたいな感じだからさ、もう立ち見のとことかさ、そんなお立ち台とかさ、人いないわけだから、普通になんか MC の時とかさ、座るからね、お立ち台で見てる人もお立ち台で見てても、自己紹介とか普通の MC とかアンコール中とか座ってる。でもやっぱ本当の劇場公演の時はさ、そんなみんなできないわけじゃん。あれでも足、本当に足しんどいよね、やっぱずっとこうじっと立ってるってやっぱ結構すごいよって思う。あ、アンコール中は座るの、あ本当にできるの、よかったね。
あ、今日月見フォカッチャ二度目ましてしてきて、え、本当に私ちょっと食べたいんだよね。え、なんかね、なんかね、マモッチさんが初訪問だ。マモッチさん、なんかそんなたまごっちいたね。たまごっちってか、なんとかっちってつけばなんでもたまごっちっぽいんだけどさ、ロッテリアの月見バーガーも食べたよ。だってロッテリアのやつもきっと美味しいのかもしれない。待って、お腹すいたな。お腹すいたかもしれない。確かにね、お立ち台、なんか普通に立ち見のさ、立ち見の1列目はさ、前のあれに寄りかかれるじゃん。寄りかかれるけどさ、寄りかかれるけどさ、立ち見の2列目3列目ってさ、何にももう何の支えも何の支えもなくてさ、でってなったらさ、お立ち台行った方がいいよね。背中、後ろあれだし、壁だし。座って何回か注意された。マジで厳しいね。お年寄りには優しくしないとお年寄りには優しくしないと。なのによいしょ。あ、昨日須田さんの卒コンでした。配信でめちゃ泣きました。え、あれだよね、お昼があれでしょ、古畑奈和さんの卒業コンサートで、夜が須田あかりさんの卒業コンサート。え、待って、私あんまセットリストとか全然知らないんだけどさ、私さ、あれ大好きだったんだよね。愛してるとか愛してたとか、愛しているとか愛していたとか、フルマリオンさん、東リオンさん、なんかあの曲おしゃれだなと思って、めっちゃ一時期めっちゃ聴いてたんだけど、あの曲は、あの曲の披露はあったのかな、外資ホール。え、でも多分 SKE さん多分2日コンサートか3日コンサートかされてるよね、きっと。うん、あ、この間の僕隊センターブロックまだ全然空いてたのに、私全然直行したもさ、すごいね。決まってるんじゃない、ここで決めてたとかね。誰々ちゃんがあそこで見るのが一番。フルマリオンの個室、え、そう、フルマリオンさんのあの曲大好きだ。え、あとあれだ、須田あかりんさん、あかりんさんの卒業ドレスの形がめっちゃタイプだなって、私もあんな形がいいなって思いました。二の腕がなんか隠れてるっていうか、なんかすごいこの辺になんかボリュームあるみたいなやつで、え、かわいいと思って、なんか他にあんま見たことなかった形でめっちゃかわいかった。あれおされ管轄なのかわかんないけど、ゆりあちゃん一曲やってくれるかと思ったら秒で去っていった悲しい。え、でもあれだよね、カオタンさんなんか MC で、そのなんか新しいことか、なんか絡んでるみたいなか絡んでるみたいな、なんかそのあれ見てたよっていうか、じゃスクランブルエッグ編集長さんのやつでちょっと実況をちょっと見てるみたいな感じで、うん。あ、アズマリオンさん、そう、地元北海道なんだよね、ご出身が北海道。元気に頑張ってる。そうなんだ、北海道であれかタレントさんみたいなされてるのかな。待って、めっちゃお腹空いてきた、どうしよう。ちなみに今何時ですか。しんさんがフォローしました、好きありがとう。杉太郎さんがごきげんようだって、ありがとう。初見さんだ、コメントありがとう。17時25分だって、ありがとう。もうちょっとあとどうしよう、5分、25分だって、25分か半か半か35分かに終わろうかな。話のあれによるかも話のあれによるかもしれないけど、そう、そんでさそのコンサートまでさ、その多分ステージに立つことがないわけですよ、私。そうだから、今はちょっと、まあ、太ってもいっかっていう感じで、最近あの体重計にも乗ってないんだけど体重計にも乗っていないんですけど、そうだからコンサートはやっぱその 直前とかにさ、やっぱ月見フォカッチャ食べたらやっぱね、なかなかあれだから、ちょっとまあ今月中には、遅くても今月中、まあ、今月中ってか、だから来週にはモスバーガーの月見フォカッチャを食べたいと思います。ありがとうございます。美味しそう。あれいくらだろう、いくらだろう。今月あと5日、あ、待って、でもそうか、今日日曜日だからやばくね
日曜日だから、え、やばくない？もうそっか、私来週と思ったけど、もう今週しかないじゃん。600円ぐらいしたらって、まあでもそんぐらいするよね。どうしよっかな。でもせっかく行くんだったら、なんかオニオンフライみたいな、オニオンリングみたいなやつ食べたくなっちゃうよね。待って、本当にお腹空いてきた。どうしよう、無理、お腹が鳴ってしまう。こんにちは、みんなの、あ、オニポテセットしか買ったんだって。いいね、カロリーって感じ、カロリーって感じ。あれ、そう、オニオンとポテトのどっちもあるってことだよね。最高じゃないか、そんなの。いいね。待って、お腹すいたし、眠くなってきたし、やばい。お腹すいたし、眠くなってきたし。眠。今日は日曜日。あ、昨日のケーキの方が高いのでは。確かにそう、ラデュレのケーキマジ高いからね。1000円以上するじゃん。きなこライフありがとう。ケーキは2つ食べましたよ。出てこない。いちごのやつとはちみつのやつで、はちみつのやつさ、めっちゃはちみつの味した。ちゃんと、いや、商品名がはちみつってだけあるなと思いましたね。美味しかった。でも今は何が食べたいかっていうと、家でさ、なんだっけ、多分ね、母が送ってくれたのか、母の友達が送ってくれたのか忘れちゃったんだけど、なんか生そばみたいな、なんかあの茹でるやつあるじゃん、茹でるやつがあって、なんかでも賞味期限切れてたんだよね。だからそれ食べないといけない。だから今おそば食べたい。富士そば美味しいよね。でもここ数年全然行けてないんだけど、多分2年3年ぐらい行ってないんだけど、富士そば食べたい。そう、最後までケーキ残ってましたね。追加とかされてないと思うな。いや、わかっ、わ、追加は何だろう、だその何、会場にある分はあれだったと思うよ。そう、でもあのショーケースにさ、はい、どうしてもさ、面積限られてるから、そこに追加とかはあったかもしれないけど。え、これ待って、めっちゃ乾くの早くない？あ、ちょっと、あ、やばい、ちょっとやばい。可愛いです。あ、さゆちゃんレインボースター、ありがとう。何そば好きなの？だって割と何でも好きだな。メグさんがそうもんだって、かわいい、ありがとう。何そばが好きだろう。気分です。何、普通になんかざるそば、え、でもざるそばも普通に好きだし、おろしそば、やっぱ福井おろしそば有名だから、おろしそばも好きだし、別になんか天ぷらそばとかも普通に好きだし、何でも、うん、ソーキそばしか勝たん。ソーキそば食べたことないね。誰か私と一緒に沖縄行きませんか？誰か私と一緒に沖縄に行ってくれませんか？うん、夏でもあったかいそばです。いいやん。二日酔いだから、鴨せいろ食べたい。だって鴨美味しいよね。でもセイロって何ですか？沖縄オフ会来た、これだって、やばな。沖縄オフ会開いてみんな来る？来ないでしょ？来ないでしょ？小勝さんが発想もだって、ようこそ。冷たいそば、あ、でも割と冷たいおそばの方が好きかもしれない。レッスンギャ、せや、レッスンギャ、レッスンギャ。富士そばはカツ丼が美味しい。だって富士そばはカレーがあるじゃん。カレーがっていうか、なんかカレー、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 カレー。
2人分の沖縄行くお金は出すのでスナタンと行ってきてほしい。だって本当に私早くさスナタンと浅草に行かなきゃいけない。きゃーどうしよう、スナタンかわいいね。横浜も行きたいし。本日のレッスン着はこちら。やば、20やば。蕎麦よりうどん食べちゃう。あ、蕎麦、お蕎麦よりうどん派ってこと？うどん派ってこと？あ、でも私それだったらお蕎麦なんだよね。麺類で何がなんかいろいろ、なんかラーメン、蕎麦、うどん、何、そうめんとかあるじゃん。その中でだったらね、その中だったらお蕎麦が好きかな。お蕎麦、ラーメン、うどんみたいな。あ、パスタね。あー難しい。あーそうだ、それもある。やだやだ。あ、今日研究生公演見てきたけどなかなか良かったです。え、なかなか良かったよね。あれもうみんな可愛いんだから、みんな可愛いんだから。お腹すいた。年取ってそば好きになった。え、待って、じゃあ年取った、年より大丈夫。私おそば美味しい。いや、わかんない。でも多分そのちっちゃい時から食べてたからだろうね。福井のおそば美味しいんですよ。みんな食べてくださいね。福井に行ったらおそばも食べてください。で、あのさ、コンサートの前に髪染めるけど、なんかいや、これよりは明るい。でもこの部屋とこの今日の照明なんかちょっと明るく見えるんだけどさ、染めたいんだけど、染めてもう明るくしてんだけど、何系の茶色がいいと思いますか？ピンクブラウン、なんかピンクブラウンかオレンジブラウンか、赤系。なんかセナタンがなんか赤系のやつもなんかいいなとか思いながら、でも赤系わかんない、私似合わないから。だからおとなしくオレンジ、おとなしくオレンジブラウンにした方がいいのかなとか思ったりしてるんだけど、ピンクブラウンがいいかな、どうしようかな。まあ永田さんに決めてもらえばいいですかね。ピンク似合うと思います。本当にガチャピンの緑で、なんでやねん。なんでやねん。目立ちそうだけどね。武道館で一発で見つけてもらえそうではあるけど、眠たい。永田さんの言うこと聞いておけば大丈夫そう。そういうことです。赤強めが見たい。本当？でもさ、もう結構さ、もう、え、でもさ、これ染めるのさむずいよね。だってもう根元さ、もう2ヶ月いってないからさ、もうさ2センチ以上はさ、もう普通にもう黒なんだよ。黒だからさ、これ染めるのむず、すごいよね、すごいよねって思ってる。セイサタクマさん、だるま、ありがとう。ピンク強め絶対買う。本当に？本当に？そしたらピンクにしちゃうよ。ピンクにしちゃいますよ、私。そう、赤かピンクだったらピンクの方がよくない？なんとなくだけど。セイサタクマさん、だるま、ありがとう。ニアトもやった。35分だって。おー、終わろ。おー、終わろ、配信。あ、疲れた。あ、きょんちゃんの髪クソ綺麗、染めてもダメージなさそうで最強だって。え、でもさ、いやでもまだ1回しか染めてないから多分もう何回も染めて、だから多分ブリーチとかしたらあれだろうねきっと。大変ですよ。和也さん、ハートありがとう。じゃあランキング読むね。お腹すいた。でも、マジで本当に今お蕎麦が食べたい。13位クラストキさん、ありがとう。12位プントさん、ありがとう。11位なさかわさん、ありがとう。10位塩坊主さん、ありがとう。9位まさとくん、ありがとう。8位山野さん、ありがとう。7位まこっちゃん、ありがとう。6位あいやさん、ありがとう。5位きなこ、ありがとう。4位すぐるくん、ありがとう。3位さゆちゃん、ありがとう。2位がバタモチさん、ありがとう。そして1位がまださんです、ありがとう。
ありがとうございます。ブリーチしたら終わりの始まり。え、だよね。そうだと思うわ。アヒキベなしに AKB メンバーでキョンちゃんがいっちゃんツヤツヤしてる。マジで CM 待ってます。 CM 待ってます。みんなでもあれじゃない、みんな普通に何にも何にも、まあ親に感謝ということですね。親に感謝ということで、おやすみなさい。おやすみなさいじゃないわ、おやすみなさいみんな。2215人の皆さん、配信遊びに来てくれてありがとうございました。ハートが白い方、よかったらハートをピンクに、あと他の SNS もやってるので皆さんぜひそちらのチェックもよろしく。待って、おやすみってコメント来てる。みんな寝てくれよ。3連休最終日ですか。最終日ですよね。みんなも寝てくれよ。明日からみんな仕事だろうからさ、ほとんどの人わかんないけど。じゃあね、またね、おやすみなさい。バイバーイ。